なりました、よすみ大輔さんです。嬉しい、嬉しい。ニュージーランドから来ました。ニュージーランド働き方をどうすれば軽量化できるか、目に見えない重さってやつですね。そう、身軽イコール楽、これですよ。でも一回だけ耳栓出て持ってきます、ね、俺持ってるどこでこう、あのさ、ウルトラライトハイプの土屋さんとの出会いはね、多分2008年とかね、サイカーゼポーが始める全然前、はい、マジっすかトレーとかさ、3kg、2000kg、3000kg、うん、DNA っていうのがやっぱここにめっちゃ入ってる。そう、なってますよね。めっちゃ、わかるでしょ。サイカータイム、はい、皆さんこんにちは、ハイカータイムの JK です。今日はですね、あの JK 史上あのもうスペシャルな、ゲストをですね、ちょっとお呼びしましたというか、来てくださったんですけども、あの僕自身がですね、もう本当5年前6年前ぐらいから、あのちょっとあのその方のゲストの方の、あの著書を読ませてもらって、あのちょこちょこですね、あのインスタグラムであったりとか、そういったところで、あのちょっとこう、まあ、なんていうんですかね、ラブアクションみたいなものがあったりとかしてたんですけど、ちょっとついに念願かなってですね、対談させてもらうことに、なりました。よすみ大輔さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ嬉しい。嬉しいね、やっと会えた。ありがとうございます。はい、皆さん、改めまして、よすみ大輔さんです。よすみ大輔と申します。よろしくお願いします。はい、ニュージーランドから来ました。ニュージーランドのポハンドマリカーですね。はい、はい、今回、ちょっとね、よすみ大輔さんがですね、あの超ミニマル主義というね、この、本を、ね、出版されるということで、まあ、出版もされてるんですけども、あのそれの、ちょっと告知っていうことで、今3ヶ月ぐらいですか、そう、今帰ってこられて、日本に帰ってきてちょうど2ヶ月近く経つ、はい、2ヶ月ちょいぐらいですかね。はい、ちなみにね、ここに来る前に、ね、はい、出版社からダイヤモンド社なんですけど、はい、みんな来て、はい、増刷決まりました。おお、おめでとうございます。発売して1ヶ月半で4スリ、はい、1回ありましたよね、はい、4回目。すごい、こんなにこんなスパンであるもん。今日はすごいちょっと気持ちが上がりながら、うわ、嬉しい、やってきました。ありがとうございます。ちょっとこんな機会を、はい、ありがとうございます。で、ちょっと、はい、あの今回ですね、あのね、もちろんその僕 のチャンネル見ていただいている方、あのよすみさんこうきっとご存知の方多いかなと思います。そうか、いや、やっぱね、誰みたいな絶対ならない。あのもともとやっぱピークスとか、うん、フィードライフとかで執筆されてたことがあると思うので、それで結構見かけられた方も多かったと思いますし、あのね、ちょっといろいろ僕の言葉で説明させてもらうのもあれなんですけども、あのまず一回ちょっとお互い のちょっと自己紹介的なところをね、はい、させていただきたいなと思います。ハイカータイムで、あのきっとそのよすみさん の、まあ、フォロワーさんであったりとか、あのライフスタイルデザインキャンプのキャンパーさんたち、はい、僕のオンラインサロンの、そうですね、はい、オンラインサロンのキャンパーさんたちもね、あのもしかしたらきっと見ていただいて、キャンパーって言うんですよちょっとライフスタイルデザインキャンプなんで、キャンパーですね、はい、キャンパーはね、知らないかもはい、でちょっとね、今回このご縁があったので、ちょっとそういう、ね、方たちにも見ていただけるかなと思ったので、ちょっと僕自身 の、 ちょっと、はい、あの自己紹介をさせていただきたいなと思うんですけども、この、ハイカータイムの、チャンネルを、運営している、JK と、言います。で JK なんですけど、あの純喜を略して、JK と、呼ばれるようになって、ここ4年目ぐらいですね、うん、自分で言い始めたわけじゃないですね、うんで、このチャンネルはですね、あのも、まあ、こう登山であったりとか、こうハイキングってものをよりこう軽量化させて長く歩いたりとか、うん、まあ、そのやっぱりこう実質ね、こう10何キロとか20キロとか背負ってたりとかすると、やっぱ景色とかこうなかなかこう楽しむっていうのもやっぱ難しかったりとかするので、それをまあより軽量化させて、あのハイキングをこうたる楽しく軽く楽しもうっていう、まあ、そういったコンセプトで、ハウトゥーとかを、こちらの動画で紹介させていただいてます。はい、で、年齢がですね、31歳で今年32歳になります。はい、こんな感じで20歳違い52歳ですよ。いや、もう今年52歳今年52歳あ、じゃあもう本当にちょうど20歳違い。いや、大先輩です、ね、20歳の時に子供作ってたら息子ぐらい、いや本当そうですよね、お父さんみたいな
はい、じゃあちょっと大輔さん、はい、紹介。でもなんか純喜くんのさ、はい、こう道具とかウェアをね、はい、こう要は軽量化して、うん、最小化して、はい、できる限り長く歩くための、まあ、ノウハウをさ、はい、YouTube なり SNS でシェアしてるでしょ、はい、まさにだからこの本は、はい、その全く同じ理念で、うん、まあ、読んでもらったらめっちゃ読んでくれた後だったら嬉しい、ちょっとボロボロになりそうな、嬉しいんですよ。同じ理念で、はい、仕事に必要な装備、はい、まあ、ウェアを含めて、はい、でデバイスだったりとか、はい、そしてやっぱ今や、ね、在宅勤務の人も増えてるから、うん、部屋の中でさえもそうミニマル化していくという、はい、ところから、当然仕事、これ働き方と仕事術の本なんですけど、はい、仕事っていうものと働き方をどうすれば軽量化できるかっていう、うん、今ちらっと話した物質的なものに関してもそういう話をしてるんだけど、はい、やっぱその後の非物質的なもの、うん、人間関係とかスケジュールとかタスクみたいな目に見えない重さってやつですね。そうだから全く一緒でそういったものを軽くすることで、はい、できる限り持続可能な働き方、うん、でなんか一発屋で終わるんじゃなくて長期間、はい、成果を出し続けるような働き方の提案をしているから、まあ、全くなんか、はい、いや同じでかなり、ね、歩くか働くか、うん、そうですね、やっぱ長く歩くためにも軽量化しないとやっぱ歩けないですし、そうですね、やっぱね、そのちゃんとやっぱ体力とか自分のキャパシティというものを理解した上でやっぱ荷物の、あの取捨選択っていうのは多分していると思うんですけど、本当にその内容がされてるな、やっぱ人生とウルトラライト、うん、ハイキングはすごくやっぱ密接なリンクするんだなみたいなちょっと思ってますね、うん、まさに僕はこう、はい、どうすれば楽に、うん、はい、身軽に、はい、身軽イコール楽っていうふうに僕は捉えていて、はい、で楽っていうのはサボるみたいなイメージがあるけれども、うん、僕はもう、ね、今まで生きてて一回も暇つぶしってしたことなくて、おお、物事をついてから今日に至るまで一回も1分たりとも暇つぶししたことなくて、はい、なるほど、それは常に自分がやりたいことがあって、はい、その一つに登山だったりフライフィッシングって釣りだったり、はい、うん、大部分を占めたりするんだけ ど、 なるほど、その常に例えば仕事で挑戦したいこと、はい、幼少期の頃であれば、とにかく自然が好きで、はい、どうすればずっと外で遊べるんだろうっていう、うんうんうん、そのためにはやらなきゃいけないことをどう回避できるか、はい、回避できないものはどうやって最短時間で終わらせるかみたいなことをずっと考えてたんですよ。なるほど。割とウルトラライト思考的な感じで、はい、本当にね、幼少期から52歳の今日至るまで生きてきて、はい、で自然が大好きだった僕がこう、うんうん、まあ、大学ではいよいよ、まあ、うちの親父がね登山部だったの。あ、そうだ、バリバリ登山で冬山もやるような、あ、へ、北アルプスはもう全部夏も冬も全部行ってるみたいな。すごいですね、かなりの登山家ですね。そう、はい、その影響もあり、はい、父親からそのキャンプとか登山とか釣り、渓流釣りっていうのを教わり、うちの母親はすっごいナチュラリストで、へえ、あ、もうご両親が、そうそうそう、そうこう教わって、はい、そう自然人のように育つんですが、大学を出て、はい、ソニーミュージックっていう会社に最初入り、はい、で15年間、その後ワーナーミュージックっていう会社のヘッドハンディングさん、はい、15年間レコード会社で働くんですけど、その時はアーティストのプロデューサーをやっていて、はい、で結果ね、その結果としてミリオンヒット10回とか、はい、こう自分が手掛けた CD の売り上げ2000万枚みたいな実績を作れたんですが、これはまあビジネスの世界で褒められるけど、もともと自然が好きで、多分純喜くんとかこう見てくださってる自然の中に入っていく人たちってやっぱその自然破壊に対して敏感でしょ。うん、そうですね。去年ここの川に来た時はイワナがものすごい釣れたのに、もう釣れないみたいなことってなんか皆さん何度も経験してると思うんです。僕は幼少期からそれを経験してきて、なんかこう自然破壊っていうものに対してのこう世の中のこう資本主義的なお金が一番大事、利潤さえ見れば何でもありみたいなものに対してすごい反発があったのに、自分自身がそのど真ん中で15年働いて、はい、うん、CD って実はリサイクルもできないし土にも返らない。うん、あ、そうなんですね。そう、これを2000万枚ばらまいたっていう、いやなるほど、チクチクした感じと、でもやっぱ音楽を愛していたしアーティストを愛していたから、ね、彼らのために、彼女たちのためにと思います。そうですね、このね、なんかこう、うん、気持ちで揺れ動いてたのを、うん、もうリセットしようと思って、2010年ニュージーランドに移住し、はい、これはもう学生時代からの実は夢だったんです。はい、移住してそこからは作家活動に入るんですが、まあ、ちょうどこの本が9冊目にあたるんですが、はい、うんうん、で、はい、今回はこの9冊目の本、これもこの3年間この本だけ書いてたっていうのもあって、とにかく届ける仕事をしたい、
ちゃんと、はい、そこまで届けるところまでちゃんとやりたいと思って、久々に3年ぶりに長期帰国して、うん、全国を行脚していて、湿気だけじゃなくて、そうなんですよ、うん、で黒ヶ谷時代にね、はい、担当してるアーティストが、はい、一緒にレコーディングをして、はい、アルバムとかってもう半年とか1年がかりで全十数曲完成しましたって、はい、アーティストは終わった、吉住さん終わりましたって、終わったな、頑張ったな、でもなって作品は人に届けて初めて完成するから、はい、ここから届ける仕事頑張るでっつって言ってたわけで、それを自分にやってるっていう感じ。なるほどっすね自分に言い聞かせて、はい、いやでもすごい、本当すごいスケジュールで動かれてますよね。そうそうそう、でも休んでるけどね。いやもうなんか講演会がどこかにありました、あ今日講演会やったんや、あじゃあもう今日はもう休んで帰りはるかなと思ったら、家帰ってそのままライブ配信みたいなのされてるじゃん。そう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 ちょっと待ってと思いながら、よくもう声とかもなんか僕今回ね、あの一緒にさせていただくっていうのは後半だったんで、体調とか喉とか大丈夫なのかなちょっとすごいちょっと思いながら待ってたんですけども、いやすごくさっきも熱い握手していただいて、はい、逆にめっちゃ元気もらってるって感じです。でもね、とにかく休むのが得意なの。ああ。とにかくどんなに忙しくても絶対休む。いや書いてましたね、そこ書いてるでしょ、めっちゃ書いてこれ仕事術の本で、はい、休み方、はい、休息の取り方、はい、上質な睡眠の取り方、うん、みたいな、はい、そういったことに対してもうね、780ページ割いてて、あで、数々日本でこれまで仕事術の本が出てきたけど、はい、休み方、休息の取り方にこんなにページ数を割いた本がいや、そこでも本当僕もやっぱ働き、まだね、今の会社に携わってるんですけど、うん、やっぱそのいろんな人たち、まあ、個性がたくさんあるんですけど、やっぱりこう休み方っていうものを、うん、みんなやっぱ僕もまだまだこれからですけど知らない人が多い、うん、休み時間、休憩時間になったら携帯をいじる、うん、結局それって脳全然休めてないからみたいな、むしろ脳を疲労させてるからそうですよね、スマホ使う、スマホとの付き合い方も変えてるし、変えましたね。何が言いたいかっていうと、はい、今回ほら忙しそうだってすごい言ってくれたんだけど、はい、結構ちゃんと休んでる、うん、いやすごいちゃんとこれですよ。でも1回だけあの、はい、1歳半の息子がね、はい、託児所からもらってきた風に俺もいや食らってしまい俺はねもう本当20年ぶりにお医者さん行ってあの薬場所をしてもらって抗生物質がもうすごい嫌いだったんだけども、飲もうと思って、はい、飲むっていう事態はあったけど、はい、全然大丈夫で、あ素晴らしいです、ね、これやっぱりねこう上質な睡眠と、はい、しっかり休むっていうところで、ところで、ね、登山も一緒でしょ。いやそうですね、ここやっぱちょっとゆえるハイキングのちょっと話、うん、もう聞いていただきたいんですけど、はい、やっぱ登山も、うん、結構やっぱその体調管理って、うん、常にやっぱちゃんとしないでしょ。僕やっぱ一番は睡眠にかなり力入れてます。でしょ、うん、もうなんか必ず耳栓絶対持っていきますね、うん、俺持っていくいいで、だってさテント離れててもうるさいしるもんな、いますいます、息がさ。でも一番は必ず目隠しするんですよ、うん、でヘッテンでやっぱ照らされたりとかして、うん、目が覚めるとか、うん、それってちっちゃいことなんですけど、やっぱ気になり始めるとね、もうなんか注意しに行ったのかって思うぐらいの気持ちで、それもなるのしんどいじゃないですか。だからやっぱみんな山楽しみに来てるし、僕もそうだから、やっぱセルフでちゃんとそういったところをマネジメントした方がみんな楽しめるよねっていうのもあるんで、ちゃんとそこの睡眠をしっかりとって次の日もうほんと朝日から夕日までしっかり歩くみたいな、うん、そんな感じでやってますね、うんうん、分かる。だから結局ね、はい、まあ、これ最初に冒頭でね、はい、こう純喜くんのその、はい、ね、できる限り身軽になってもらう方法を伝えて、できる限り長い距離歩いてほしい、そして多分そこにはその、はい、歩く行為っていうものをね、そのものを楽しんでもらうためっていうのがあると思うんだけど、はい、やっぱ全くそれはね一緒で、うん、で話をしたでしょ、はい、仕事働き方も一緒で、はい、俺はむしろもちろん52年のうち27年間仕事、はい、社会人って27年経つから、うんうんうん、まあ、半分以上の期間を仕事っていうのを費やしてるけど、はい、トータルで言うとまあ生き方も含めて同じで、はい、うん、でも全くその登山と一緒でさ、はい、こう生きる暮らす働くっていうことにおいても睡眠が一番重要だし、はい、でもうこの本にそのこともしっかり書いてるし、はい、やっぱりさ、こうじゃあ5時間ぶっ通しで歩くかって誰もしないやん。そうです、僕1回途中寝ますね
でしょ。これあのパワーナップ仕事のランチ食った後絶対昼寝取れて、ああそうですね、一緒やん、それですごい回復するし、はい、やっぱ俺はね当時はね登山したところはね、まあ、今までの自分は50分に1回休憩する、はい、50分歩いて10分休むみたいなことやってたので、これをなんかスキップするとやっぱりねなんか10分休憩した分稼いだ気になるけど、トータルではね、意外に時間がかかったり、でも時間を短縮できたかもしれないけど、うん、やっぱ、はい、余計な疲労を溜めてしまったりっ、そうですね、はい、休憩大事だし、うん、食事もこだわるでしょう。そうですね、まあ、なんだかんでジャンキーなも食べますけど山の中であ、最近あのちょっとあのダブルチーズバーガーも出ちゃったりとかしてます。すごい、すごい。それだけじゃなんかめちゃ歩けそうです。そうそう、結構ねやっぱカロリー結構重視でまだ歩いてるところがあるので、うん、結構やっぱその美味しさとかっていうのもやっぱちょっと重要だったりとか、うん、ちょっと自分に対してご褒美みたいなところもあっちゃったりとかするんですけど、そういうのをちょっとやりながら、うん、だけどやっぱ糖分とかも取りすぎると逆にちょっと眠くなったり歩けないよね、うん、血糖値急に上げるとやっぱ急に下がるからね。そうなんですよ。なんでだから俺とかはやっぱそのねこうね登山の時は当然、はい、休む、眠る、はい、食べる、うん、シンプル絶対大事でしょ、はい、で普段の生活とか、はい、働く時に大事にしない、プラスこれに当然運動する、はい、うん、これ絶対4か条で、うん、うちの母ちゃんからは5か条って言われてて、お遊ぶ、はい、お、うん、でもさ登山ってこれ全部いけるやん、はい、最初のさ休むちゃんと休む、ちゃんと寝る、ちゃんと食べるってことをクリアしてれば、はい、もう登山そのものが運動だし、うんうんうん、で登山そのものが遊びやん、はい、ちゃんとってさ、うんうん、だから俺とにかくね長距離を歩くっていう、はい、こう登山がすごい大好きで、それはもうねもうこれは全部できるから、うんうん、でむしろ山を歩いてる時の方が健康やさ、ね、あその心身ともにってことですかね。そう、その最初の休む寝るをしっかりとって、うん、しっかりやって、そしてこう食べるっていうことにちゃんとこだわりを持ってやってれば、うん、なるほど、むしろ健康なんかやることも限られてますもんね、うん、その時に、うん、いろんな情報も入ってる、そこまで入ってこないからノイズレスだしね、うん、ですよね。何にも阻害するものがないからその中で結構こう、うん、UL 的なところに対して、はい、なんかどこでこうなんかぶち当たったというか、ハイカータイムどういう感じで、ね、僕はね、はい、もうね、UL ハイカーではないの、はい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 、なんだけど自分の登山スタイルでいうとものすごく大きく UL ハイキングから影響を受けていて、はい、この本にもそれ書いてるけど、この本で俺あの土屋さんのさウルトラライトハイクの本をバイブルがこれとか紹介してんだけど、はい、ね、土屋さんとの出会いはね、多分2008年とか2009年、はい、そうなんですね。そう、土屋さんがハイカーゼポを始める全然前で、はい、OD ボックスの仕事を書いてて、で、自分が当時こうフライフィッシング専門誌ではこうたまに記事を書いてたんだけど、レコード会社で働きながらね、はい、会社では内緒で、はい、あの釣り番組出たりとか釣り番組やってたんですか。そうそう、これやったんや、出る側ね、出る側をやったんです。そうそう、出たりとかフライフィッシング専門して記事を書いたりとか、はい、そぼそぼプロとしてもその時活動したんですか。そう、セミプロとして、まあ、会社にはさすがに釣り番組になんか連続で出た時にバレて、お前なんかテレビ出てるらしいなとかマジっすかマジっすかじゃないバレて、まあ、まあしょうがないって認めて、まあ、黙認してくれるんだけど、はい、あのでアウトドア雑誌にいよいよ進出しようと思って、で、はい、ビーパルっていうアウトドア雑誌で出始めてたの、はい、そこの編集者の人が、はい、俺はその当時まだウルトラライトハイキングが全然知らない、はい、俺はその物の選別の時にやっぱ軽さをこだわってるとか、はい、その自分そういうのそういう こういう世界を知らないまま、はい、当然あの親父から教わった登山でも軽い方がいいよねって当然発想になって、はい、こういろいろ道具をこう極めようとした時に、はい、編集者のねこれ何でも覚えてる、はい、住川さんっていうさ、はい、住川さんっていう恩人の一人でもある。はい、須川さん、よすみさんすごいね会う人がいると思いますと、ね、オーディボックスのね上野店に、ね、はい、土屋さんという人がつなげるんだって言ってくださいすごい、それが確か2008年とかだったけど、はい、へー、あ、そうやったんですか。なんかその時土屋さんなんか発信されててなんかで、ね、ブログとかですか。ブログかな、はい、めっちゃおもろそうだと思って、へー、そこへ行ったら、はいはい、もうなんか俺がよろしくお願いしますって実はここで、はい、住川さん紹介をここで話した瞬間1聞いたら10返してくれるみたいな2時間ぐらいずっ
と聞いて、めちゃくちゃおもろいな、この人最高やな。そっから交流が始まって、俺の師匠になるわけ。なるほど、もう師匠さんだった。師匠、三ツ矢さんから、はい、インターネット俳句って概念だったね。はい、なんすかそれっつって、うんうん、一方して、これまだ出る前です。出る前ですよね。スルー俳句っていう、ね、はい、言葉があって、なんすかそれ、ね、へぇー、重曹とは違うんだみたいなさ。はい、俺ついさ、ロングトレイルってことは便宜上ね、日本国内の登山雑誌とかでこう使うことがあるんだけど、はい、実際のロングトレイルってさ、ジョン・ミューア・トレイルとかさ、1000キロ、2000キロ、3000キロみたいな単位のこと、実際言うでしょ。はい、そうですね。だそういう概念も知らなくて、はい、え、3000キロ歩いて踏破するんですかみたいな話で、そこから動画のこといっぱい教えてもらって、はい、後に土屋さんは渋谷店、オーディボックス渋谷店にね、はい、映るわけさ、俺追いかけてって毎週のように、はい、あー、なるほどですね。その頃に、いや実はね、四角くんっつって、はい、あのこれツッチーさん、はい、ツッチーさん、俺はいよいよニュージーランドに移住しますって話したら、いや僕も実はね、お店を始めると思うんだよ。おー、すごい。ずーっと話して、あの四角くんに話したって、ブルートアイドハイキングの本も、はい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 、おおみたいな感じで、なるほど、ほぼ同時期にこう彼は新しい挑戦をし、はい、ニュージーランドに移住しみたいな感じで、なるほど、そこからずっとこの彼の話とかこの本をね、はい、読みながら、はい、一回ね完全にウルトラライトハイキングスタイルで登山をしたことがあったんです。あ、そうやったんですね。はい、でも俺むちゃむちゃ虫に刺される人で、あ、そうなんですか。でそこから、はい、このタープの人でその顔とかもものすごい、まあいろんな対策法あったんだろうけどなんか自分はどうだろうなっていうのがあって、結局、うん、そのうち父親から教わったその超クラシックスタイルのヘビー級登山から始まり、はい、これはしんどいって自分なりに軽量化を図ったところで、うん、土屋さんに出会ってウルトラライトハイクを知り、はい、これをどんどん導入してこっちに寄っていくんだけど、うん、最後の最後、はい、あのメッシュ、はい、あの虫除けのメッシュ付きのテントだけは手放せなかったっていう。あ、今あれですね、クフの、あ、そうそう、クフルメッシュ使ってありますよね。そう、メッシュ使ったんだよ、あのクフ、そうあれをね、最初フルメッシュあの全部覆って、今度3分の2やったかな、うん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 、ちょっと斜めになってる、ね、そうそうそう、とかいろいろ試したけど、うん、で一回またそれなしになしでやったことがあって、やっぱメッシュ欲しい最後までメッシュは手放せない、確実に侵入は許さないと。そう、だから俺は自分でウルトラハイカーと呼んでるんです。いや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 他のところちゃんと削ってありますからハイカータイム、なるほどっすね、うん、まあ、そういうところでじゃあ結構 UL の本当、まあ言ったら黎明期のタイミング土屋さんにはある直伝、いやーすごい、もうなんか羨ましいっていうのもあるんですけど、めっちゃ恩人なの土屋さん。なるほどっすね。いや待って、結構やっぱオーディボックス時代に通ってた、うん、やっぱ、まあ、本当土屋さんすごい、そういう人たちから聞くとやっぱ名物店員だったって聞いたんですけど、めちゃめちゃ名物店、ね、いやーすごいな、ずっと喋ってはったね、ね、必ず誰かがさ、はい、あのカリスマやったからさ、はい、俺が終わると誰か来てさ、はい、土屋さん喋ってさずーっと捕まってほぼほぼ大丈夫かなって、接客できてないんじゃないかいやすごいですよね。今でもやっぱこうお店に行くと、うん、あの最近こうねロングトレーニング行こうとしてる、うん、あの子たちが行って話聞いて、で何々買おうと思うんですよって言ったんですけど、あの結局2回ぐらい行ってるけど、うん、まだ何一つ買わせてもらってない喋って喋って終わりみたいな、そういうとこいいよ、ね、いやでも素晴らしいですよね。それで、うん、あのもう公言通りハイカーゼップをスタートさせ、はい、できた直後みたいなのね、はい、何度か何度か通わせていただいて、うんうん、そうなんですね。そうそうそう、でもね本当にねしばらく会ってなくて、あ、で今回このね超マニュアル主義の中で、はい、やっぱその、うんうん、とにかく全てを軽量化して長く歩き続けるっていうのを伝えたハイキングが、この全てを軽量化して長く働き続ける、はい、いい成果を持続的に出し続けるっていう、うん、このルーツなのね、うんうんうん、の超ミニマル主義っていうルーツだから、はい、土屋さんに連絡して、久々に連絡して、はい、ちょっとこれ本の中で紹介させてほしいんですよ久々に、なるほどね、あのもう読まないかもしれないんですけど無理やり送らせてもらっていいですか土屋さんに検本させてうわすごい、いやでもそういうね、やっぱこうハイキングの本当こうね、ウルトラライトハイキングってところの黎明期でもやっぱ土屋さんにも関わられてて、うん、でやっぱそのハイキングっていうのを通してその軽くなる、身軽になるっていうことの必要性っていうのを、うん、やっぱ四角さん自体が、うん、あのしっかりこう身に染みて、うん、あの実践されてきて、でそれのやっぱそこの DNA っていうのもやっぱここにめっちゃ入ってる、詰まってますよね、めっちゃ分かるでしょ、読んでもらいましたからもうなんかこうあれハイキングの本なのかなとか思いながら最初読んでて
で俺はね、ウルトラライ、ね、あのウルトラライトハイカーとは自分のことは呼べないって言ったけど、はい、ウルトラライトビジネスパーソンで、ですね、呼べるし、ウルトラライトライフスタイルを送ってるっていうのは、胸張ってる。いやでもハイキングだけやっぱ練習は手放せなくて、いやいやいや、それは自分も必要なものは下ろさなくて大丈夫だって、そうですよね。あ、いや、おっしゃる通りですよ。ハイカータイム。いやでね、やっぱ本当今回やっぱその、ね、僕たちがあやっぱ言えるハイキングっていうのを通しながらやっぱやっていくことで、僕自身がやっぱ読んで、やっぱすごくリンクしてるなっていうところとかで、やっぱこう結構驚かされたといいますか、やっぱ読んでて、やっぱ大輔さんこれすごいなって思ったのが、まずこれ3つあって、1つ目がやっぱり、ね、手放し方が半端ないって思って、やっぱこうね、いろいろ必要ってところで取捨選択していく道具とかっていろいろあると思うんですけど、こうなかなかこう手放すことが難しいなと思ってるものって、僕は今その人生の中でいくと、やっぱ、ね、まだまだ これからの32歳でこれからなんですけど、やっぱキャリアっていうものってすごくこう積み上げてきているもので、いろんな思い、こう紆余曲折とか2点3点あった中での苦渋も多分いろいろあった中でのキャリアってものが多分あると思うんですけど、それをこの一番最後ら辺に記載されてたんですけど、39歳ら辺で一番もう本当彩香さんであったりとかスーパーフライさんの ものすごいこう名だたるアーティストの方たちをプロデュースして、もう本当ミリオンヒット叩き出してる中で、全て手放してフリーランスになられてるじゃないですか。でこれだけで吉見さん終わってなくて、そこからまたフリーランスになって、で一からまた積み上げていかれてるじゃないですか。でこの42、43、44でこれね、仕事のランクどんどん増えていってらっしゃって、これ最後の俺のあれか、職歴っていうか、そう、職歴のところね、今ワークスタイルのプロデューサーストーリーね、ここら辺ちょっと載せておきますね。でそれがあって、どんどんね、やっぱフリーランス やられてる中でもこうアドバイザーされたりとか、アンバサダーしたりとか、取締役に就任されてたりとかっていう形で、またそんな新たなこうつながりとか縁が重なって、でそこからまたこう3年前ぐらいですかね、全てをまた手放されて、執筆業と環境活動に専念って書いてあるんですよ。これなかなかこんなにもこう自分がやっぱ血肉ね、もう本当汗かきながらいろいろこう積み上げてきたものを手放すっていうのって、うん、僕ですらこう3年こう、ね、最近ちょっとこう、まあ、お話しさせてもらいましたけど、4月に1回ちょっと適応障害ちょっとなっちゃって、うん、でちょっとこう打つ一歩手前となった時に、うん、自分も休まざるを得なかったんですね、うん、2ヶ月間、うん、でそうすると正しい選択その時はもう即休むそう、でも仕事はやっぱどうしても回らなくなるじゃないですか。でそうするとやっぱ自分のポジションとか、リーダーとかやってたものとかっていうのを手放さないといけなくなってしまって、うん、それを手放すってちょっとやっぱり自分の中でやっぱ積み上げてきたものがあったんで、少しこう寂しさとかなんかあるなっていうふうに思ったんですけど、これをこんなにもいろんなことがあって、まあ、言ったら約10年弱ぐらいそういったことをされてきた中で、それをこうね、本当もう僕この本から読ませてもらってて、おめっちゃ読んでくれてる、これめっちゃハイキングに連れてってるんですよ。人生やらなくていいですね。そう、これも読ませてもらってて、4年前かな、これ。そう、これもすごくこう読ませてもらったりとかしたんですけど、結構俺の自伝っぽいでしょ。そうなんですよ。で会社員時代の、レコード会社時代のさ、はい、めっちゃリアルなエピソードが書いててさ、そう、やっぱこの中になんか記載されていることとかがなんかやっぱ自分の中ですごくこうフィットしたというか、そうか、そういうこと別に求めなくてもいいんだとか、なんかそういった感じでいろいろ思ったんですけど、やっぱいろんなこと、ここの中にはここまで何て言うんですかね、四角さんのなんか内面の部分ってすごく触れられてる、昔のこう留学してた時の野球部の時代とかも書いてる、見て読んでくれてるんだよ。あれあそこ結構泣きそうになりました。分かる、思い出しても泣きそうなんだよ、エピソードはっていうね、やっぱちょっとそういったものがあって、僕ちょっとここに至ってるのであれなんですけど、そうで、やっぱそういうこうやっぱ手放すのってやっぱいろんな大変なこととか積み上げてきた中で、ある中でそういう風にパッて手放せるって、そのやっぱでもそういうのはやっぱりいろいろこう考えての決断ですよね。ハイカータイム。もうね、はい、もうめっちゃ聞かれるわけ。あ、やっぱそうですよね。めっちゃ聞かれるのよ。でもね、はい、なんかね、そのまずね、やっぱ手放すためにはやっぱ勇気は必要。はい、ある程度勇気は必要。でもね、実は技術っていうのがあって、はい、でこれまではその技術的な面はね、何もこう
触れてこなかったのね、答える時に、うん、でもその技術が確かにあるなっていうのに気づいて、はい、それをね書きたいと思ったのがこれなの、うん、なるほど。でじゃあそれを書き始めたらものすごい膨大な文字量になって、はい、でそのねノウハウはね、なんか今ここでね数分で話すっていうのはあまりにもこう、やっぱね手放すっていうのは分かるんです。人っていうのは基本的にね、うん、人類の歴史250万年って言われていて、はい、こう約200数十年前の産業革命、はい、うん、それ以降初めてだんだん物質的に豊かになってきたから、はい、その極端なこと249万9800年ぐらいは常に物が足りなかったわけ、うん、なるほど。だからこう目の前に要はハイカロリーなものがあったら絶対食べなきゃ死ぬっていう、だから現代人もどん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 食べ過ぎて体脂肪が増えたり病気になっちゃってるんだけど、で当然目の前に希少なものがあると欲しいと思うんですよ、はい、でそこにはその物以外にも名誉とか地位とかで、ね、ある時からお金っていうものが加われる、はい、うん、これって人間の本能なんだよね、それをどんどん獲得したいっていうのさ、はい、でもなんかこれ面白くてさ、どんどん年収が収入が上がったりとか、はい、物質的に豊かさを獲得できてさ、欲しいものを手に入れて、はい、住みたい街にいいマンションに住んで、はいはい、欲しい車に乗ってやってくるでしょ、はい、でもね結構ねなんか欲しいマンションとか欲しい車とかっていうもっと低い次元で幸福度は止まるのよね、はい、実はそこでドイツ車を買いましたとか、はい、渋谷区にマンション借りましたとかやっても全然幸福度が上がらない。うん、でも人間はねもう本能的にもっともっともっとって言っちゃうわけ、はい、今言った理由で、うんうん、これある種脳の構造でもあるし生存本能でもあるから求めちゃうんですね。そう、はい、でじゃあ求めていくでしょう、はい、昔はね求めそこまで一生懸命求めたってさっき言った249万年間とかはさ、はい、そこまで手に入れられなかったから、うん、ここで幸福度が止まってもこれ以上手に入らんからさ、あんまりいかな、うん、はい、でも今どんどん手に入るからさ行くわけさ、エントレスなんです、エントレスなんです。これ無限地獄っていうふうに呼んでるんだけど、はい、この無限地獄に入るとどうなっていくかっていうと、今度は幸福度は止まってるのに不安がどんどん増していくわけさ、はい、なるほどですね。っていうのは永遠に満たされないの、これは、うん、上限がないからどん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 行くわけ、うん、多分イーロン・マスクでさえ多分まだ満たされてない。あー、なるほどですね、うん、で結局俺が提唱したいのは多分ウルトラライトハイクもそうだけどさ、はい、要は最小限これさあれば大丈夫っていうのが後で説明してもらうけどさ、ね、このさジョンキー君このバックパックでしょ、はい、山と道の、うん、このバックパックあれば俺は1000キロ2000キロ歩き続けられるとかさ、うん、これさえあれば大丈夫自信ですよね。そう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 、はい、逆に言うとこの本でもそうだし俺は常にこれまでのはい、この人生やらなくてリストでもそうだし、はい、いろんな著書とか発信してきたのがこれさえあれば大丈夫って人を思えた瞬間最強になれる、うんうん、その樽を知るっていう日本語が美しい日本語があるように、はい、だ人間はねもっともっとってきて不安しか不安もう幸福度が止まって不安がどんどん増大していくだけで、はい、結局幸せには到達できないしむしろ不幸になっていく、うんうん、でも幸福度が止まりましたもういいんじゃないっつって、はい、あこれさえあれば俺は大丈夫だっていうこれっていうものを自分でね、うんうん、しっかり獲得してこれさえは大丈夫、はい、これ例えば生活費うちはいくらあれば大丈夫ってこともそうだし、はい、うんうん、俺も登山をやるからこのバックパックの中に一食うちが入っててさ、はい、これさえ俺は大丈夫っていうのが最小単位だったりする。そうですね、その共通点、うん、言えるハイカーの人は強いよ。こういう樽を知る境地に達しやすいからさ、はい、ああそうです、まあ、そこにこうたどり着くためにそう、はい、うん、でこれさえあれば大丈夫と思えた瞬間何が待ってるかというと安心と平穏感。そうです、ね、平穏なあれば心が穏やかになる。うん、だってそうやん、これ背負っててさ、はい、自分の人なんか全部ここに入ってると、うん、でどこに何が入ってるか全部分かってる、うん、分かってます。この安心感ってさ、はい、山を出てさ、はい、ところがさこれの3倍ぐらいのめちゃめちゃ重いバックパック背負ってて、うん、何が入ってるかよく分からない、自分で把握できてない、うん、どこに 何があるか分からない状態って想像してみて。そうですね、めちゃくちゃ怖いですね。怖いやん、うん、もちろん重いから身体の負担もでかいし、はい、実は精神的な負担も大きいもんね、うん、そうだからなんか結局俺はなんかそれをある種登山っていうものでね、はい、そのしかもこういうエクストリームなさ、はい、ウルトラライトハイキングっていうこの哲学からたくさんこう学んだことによって、はい、よりねもともとそういう発想の人間だったんだけど、うん、これでよりそういう思想が加速して、はい、あこれさえあれば大丈夫っていうのを常に分かった状態で生きることができる、うん、それその状態で山を歩き続けるのと一緒で、はい、
その安心感を知ってるからさ、はい、その状態で生き続けることができ、うん、働き続けることができ、はい、そうすると、ね、もっともっとっていう気持ちがもそもそもなんかなくなっちゃってるわけ、うんうん、なるほどっすね。だから手放す時にどういう感覚かっていうと、はい、簡単に言うと、いや別にこれバックパックに入らないしもともと俺必要ってなかった。 俺が必要なのはここで完結してて、で山を歩いてたら、はい、あこれいいなって、うん、これもつもっとくかなって、うん、働き続けてたら、はい、あなんかこれ渡されたこれいいんですかみたいな、うん、歩き続けたらあこれもいいよ、あっちはこっち首に巻いてとか、うん、どんどんそう、それが収入だったり、はい、安定だったり、うん、地位だったり、はい、名声だったり、はい、物質的な豊かさだったりするんだけど、別にこれ俺もともと持ってなかったから、うん、このトレイル入る前俺別に手ぶらだったし、はい、俺は自分で責任持って座れるのはこの荷物だけだから、まあいいなっつって、うん、元にお返ししてるっていう感覚。なるほどですね。だからそれがあるから、そのやっぱこう手放すっていうところにおいて、うん、恐怖感っていうのを、うん、できる限りというか、こう、うん、基本的にはまあ、ゼロの状態に、うん、持ったとしても、それに対しての不安感というものは特に生み出さない。そうだから不安感よりも本来の身軽な状態に戻るって感じ。気づいたら この2日間いつの間にか余計なもの持ちながら結構北アルプス重装してきてもうたって。いやありますね、なんか山上でなんか分からへんけど天の木買ってもうたとか。そう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 、雲の平の雲の平山荘で二郎さんにもってついあの時に CD もらってもうたお前のことですね。あそうですね、めっちゃいいから、めちゃめちゃ良しいさ。なるほどですね、二郎さんが好きやから俺、はい、重装する時もさ寄り道して雲の平山荘って。あそうなんですね、二郎さんって。なるほど、それぐらい、はいはいはい、なんか、はい、例えばね、はい、一番のリセットは2010年、20年、20年って説明してくれたけど、それは学生時代からの夢だったから、はい、で、移住には資金がある程度必要だしとか、はい、うん、要は移住ってことは向こうで生活しなきゃいけない、つまり向こうで仕事をしなきゃいけない、うんうん、学生時代の俺は何にも手に職がついてないから、はい、ビジネススキルを手に入れた、はい、で自分は当時もうすでにもうこう自然界を生き抜くサバイバル能力が身につけてたから、はい、魚釣って食べるとかね、そうですよね、酸素を取るとか、はい、何なら畑やるってことなんで、うん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 、だけど、はい、とはいえ、はい、今は資本主義社会だから、はい、このお金の世界、ビジネスの世界を生き抜く能力がゼロ、これを身につけたいと思って、で、働き始めたわけですよ、うん、そしたらまあ、ね、彩香とかスーパーフライとか平井堅とか、はい、ケミストリーとか素晴らしいアーティストと出会うことができた結果、はい、どん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 渡されてって、うん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 、でも俺はもともと20年で移住するために働いてるから、これを獲得するためにこのトレイルに入ったわけじゃないっていう。なるほど、俺の目標はこのトレイルを踏破することであり、はい、踏破するゴールっていうのは20年で移住だと、うん、でいよいよ永住権が取れたわけ、はい、いよいよ、あ最後、例えばその何、はい、最後もう新潟からね、例えば北アルプス上がっていってさ、はい、最後こう上高地に降り立つ寸前でさ、はい、槍ヶ岳登る、一応槍ヶ岳山頂まで行って降りて、さあここから上高地降りていくかっていう時にさ、いよいよ永住権が取れたってことよ、つまりそれ2009年永住権取れたいよいよあとは上高地に降り立つだけって。なるほど、はい、まあいっかっつってで俺は上高地に降り立ちバスに乗って東京に帰るみたいな感じで本来の自分に変える感覚で俺は。そうですか。で収入10分の1。いやそれがすごい、やっぱでもそれさっきまだ言えるハイカーではないみたいな、それめちゃくちゃ言えるハイキングの。でもハイキングで俺つい無償のメッシュ手放さないから、ね、いやでも多分ベースウェイトはちゃんと。いやすごいですね。いやなるほどですね。でも本当やっぱそこの部分ね、うん、僕自身はやっぱそのまだまだ言えるハイキング実践していって、まだまだ当然まだこう言えるハイカーともまだ言えないレベルかもしれないですけど、絶対言えるハイカーとは言えね。まあちょっとゴリゴリの土屋さんとかね、夏目の前であんま言えないですね。あの二人は別格ですからね。そうこの辺みたいな。ね、まずそれもあるんですけど、でもやっぱりそのね、これだけやっぱあると安心っていうのは、うん、今のハイキングの中ではやっぱありますし、どこに何があるかっていうのと、たとえ水の量であったとしても、今700ミリリッターとか500ミリリッターっていうところまでやっぱ把握するっていうところまですると、そういったことに対してのあもう別にこれを手放すっていう本当に大丈夫必要ないからっていうふうに言い切れるっていうのをやっぱ
今僕はウルトラライトハイキング自分の人生の練習として思ってやってるわけで、そう思うと今その大輔さんがおっしゃってたみたいに、やっぱそういう境地というか、なんかやっぱそこまでこう手放せるようになりたいなってすごい思いました。だってそうやん、はい、例えばさ北アルプスをさ縦走しててさ、はい、こう大木深いさ、例えばどの辺や、黒部五郎とか、そう、はい、そうね、黒部五郎ぐらいでさ、はい、ちょっとこれよかったら持ってってってバーベキューセット渡されたらどうする？いや大丈夫です、お肉が美味しく焼けるよって言われたらいいやんって言うやん。そうですね、例えば美味しいお肉いただいても多分ちょっと身分不相応だし自分が背負えないでしょ。そうですね、でものすごく高価なものだし、はい、便利かもしれない、自分にとっては必要ないやん、でもさ普段の生活で普段働いていて、はい、みんなそれをやっちゃ、ありがとうございますって持って帰っちゃうわけよ、それ背負っちゃうわけよ、そうですね、でどんどんいらんもんばっかりでもうすごい背負ってもう身動き取れなくなって、そうなんですよ、自分がもともとこのトレイルに何のために入ったかってことさえも忘れてしまう、つまり自分が何のために生まれて何のために生きてるかってことさえも分からなくなっちゃって、はい、でもうなんかしんどいなしんどいなってなってるっていうのが、今俺にとってのこう日本っていう日本語圏で働く人たちに感じる悲しさ、なるほどですね、置いていこう、そうですね、これいらんよね、そうですね、なんかもらえるものもらっとけぐらいな感じの、なんかこうね街歩いてたらティッシュ配ってたらなんか分からへんけど2つくださいって言ってしまう、昔そういうのはあったんですよ、もう今は大丈夫です持ってますっていうふうに断れるみたいなこともあるんですけど、やっぱなんかね、こうちゃんと必要か不必要か、その今の例えだったらすごくこうバーベキューセットって山の中で持ち歩くっていうのってやっぱすごく大変っていうのは、もうやっぱ歩いているからこそ分かることであると思うんですけど、だけどやっぱ人生の中でこれもあげるあれもあげるっていうと、例えば家の中にスペースがあったりとかすると、別に家の中にこう置いておけば別にそれが邪魔か邪魔じゃないかっていう判断すごくつきにくいと思いますし、やっぱそういうこう判断っていうものを、まあウルトラライトハイキングの中ではすごくしやすい部分もあるかもしれないですけど、なかなかこう人生っていうところでそれを見極めるってすごく難しいなと思うんですけど、ハイカータイムとなんか一個、なかなかこれは物質的にも、なんていうんですかね、こうスケールで測ることができないものっていうのがそのこの中に書いてあって、一個思ったのが、ね、これ本当マジで 目から鱗やったんですけど、タスクの重さを時間で測るって書いてあったんですよ。これもう本当に言える配管的にはすごくビーってきたんですね。で嬉しいな、なんかやっぱりこう気が重いタスクとかってあるじゃないですか、でやっぱこう僕もまだまだこういろいろミスをするわけですよ、でちょっとこれ何かね代表に言うのちょっときついなみたいな、怒られるわ夏目さん絶対怒るから、めっちゃ顔を思いつくみたいな、もうおいここら辺出てるわみたいな、だけどね、それをこうタスクの重さってものをこう時間で測るってなると、それが例えばこう謝るのに、まあ、ちゃんと神妙にちゃんと答えて謝るっていうのを丁寧に謝ったとしても、まあ、10分それが10分で終わるんだったら、それは僕、まあ、軽くなるっていう感じるよね、感じるんですよ。例えばその作業、例えばエクセルの作業が2時間、これ2時間あればできますっていうのは、単純作業だからなんか分かんないけど、まあ、別に全然できます、だけど2時間かかります、ただその気が重いっていうだけであって、時間で測ると10分で終わること、これってすごく見方を変えると気の重さをめっちゃ有名化してくれてるなって思ったんですよ。だから俺とにかくで、はい、ルーツはね、そういう発想のルーツはね、はい、ものすごいメンタル弱い、はい、めっちゃなればいいのよ、はい、アマゾンのレビューとかでさ、もうこの本全く役に立たないとか書いてもうしばらくこうなんか、ね、きついですよね、しばらくね、何してたもそれの受け取る、ね、全然受け取る。もう昔から俺はね、もうとにかくメンタルが弱い、なるほど、夜寝れなくなるしとかさ、はい、落ち込むしみたいなさ、でそれをなんとかしたいっていうことで、どうすれば心を軽くできるかっていうのを常に考える、はいはい、で働き始める人はそのことばっかりあるわけやん、はい、学生時代でも結構もういちいち友達に言われた一言で、はぁーとかさ、いちいち俺落ち込んでてんけど、社会に出たらもう毎日そのことあるやん、めっちゃ怒られるし、そうです、ね、特に働き始めの数年ってもう仕事できるからさ、そうですね、大概怒られるしさ、で今言ったようにこうもうやっちゃいましたって謝りに行って謝罪して、はい、お叱りを受けるっていうのすべてがもう、はい、あもうしんどいなってある時に5分で終わるなとかさ10分で終わるなとか思ったら、ちょっと気が楽になって、
って、うん、それをさ気が重いものってさ、はい、先延ばしにするやん、はい、そうなんですよ。ビジネスパーソンにとって当然、はい、登山家にとっても先延ばしって致命的な行為なわけです。リスク高いですね。でもみんなやるね、うん、俺もやってた、はい、その時にあこの謝罪10分で終わると思ったらあもう今すぐ行こう、うん、じゃなくてあ明日にしようかなっつって明日に置いておくと、これずっとここに荷物としてあるわけやもうここから20時間これ捨ておったのに、あなたもそこ下ろしてすいませんでしたっつって8分で終わった。だから俺の全てのルーツはね、はい、自分がメンタル弱くてここガラスのような自分で言うの恥ずかしいガラスのようなこのハートを、はい、どうすれば壊さずに済むかっていう発想が、はい、この超ミニマル主義っていう、はい、こう自分なりの思想につながってるの、つながってるのと、はい、そういうまさに、うん、そういう技術みたいなのを自分にいろいろやってた、うん、その一つなんで。なるほどですね。いやこれは本当にやっぱりねすごくこう機能重たいほどやけども時間っていうところで換算するだけでこんなにもやっぱ軽くなるっていうところで、ね、もうそれってあじゃあこれがこれで終われば今日はもう夜とりあえず乾杯できるって思いながらビール飲めるやん飲めますね。そうなんかそういうこうねやっぱ中でやっぱ本当いろいろタスク分けに対して急ぎのこととか優先度高いとか、うん、そういったところでこうルーティンのものとかいろいろ分けてるんですけどやっぱそこに対しての機能重いっていうものに対しての、うん、あの解決の仕方のやっぱ観点が、うん、あこれやっぱ技術だなって思いましたしこれを知ってるのと知らないということで、うん、今後やっぱずっとそれを重たいものを持ち続けるのかやっぱ知ってちゃんと実践したって中で、うん、いや本当これはやっぱ知ってて本当良かったなって多分思うだろうなと思いますね。ハイカータイム、うん、そうっていうのがやっぱちょっとこうね、まあ、1つ2つってところで、まあ、3つ目のところがもう1つあるんですけど、うんうん、こう着想したのがこれ10年前なんですよね、うん、そう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 、はい、そうそのきっかけはね、はい、今から11年前に、はい、自由で続けるために、はい、20代で捨てられる50のことっていう赤ちゃん教師のね、はい、この本を出したのね、はい、で20代に向けて、はい、もし自由に生きたければ、はい、これこれを捨てればいいよ特にその中でこの50捨てれば自由になれるよっていうことを書いた本なんだけど、はい、めっちゃ売れたわけ、うん、あれが一番俺の9冊の中で売れてて、はい、読みました、はい、でありがとう、はい、で純喜君が読んでくれたこの人生はなくていいっすと2番目に売れてる本なんだけど多分これ、はい、これあっちが1番目なんですねあれが一番あそうなんですねそうこれ多分抜くと思うけど、はいそのあれを出した直後に、はい、で当時そのやっぱりレコード会社辞めた直後だったから、はい、どうやってそのミリオンヒット10回出したかみたいなこうプロデュース術とか、はい、ブランディングのその技術とか、はい、そのメディア戦略みたいなことを、まあ、いろんなところで書いてる話してたから、はい、出版社の人が、まあ、よすみさんがあれだけのヒットを出した理由として、はい、そういうねこう仕事においてそういう仕掛け方、はい、あの戦術みたいなことっていうのはやってたのよく分かりました、うんうん、これ史上初っていうのが大好きだったから、はい、毎回何か史上初っていうことを求めてやってたりめっちゃ入ってますね史上初っていっぱいあれ一部思ったらないから一部そうそうそう、はい、ほんでなんだけど、はい、多分それだけじゃなくて、はい、独特の仕事術、うん、みたいなことをやったんじゃないかっていうのがきっかけだったあで俺なんかその投げかけ結局その方とは本を出さないんだけど、はいこうそういうヒントあそうかもってこう引き出しが頭なんかできるとバーってアイデアとか出てくるわけ、はい、もしくは自分があそれはこうにやってたこうにやってたみたいな出てくるわけ、はい、そういうのを iPhone のメモにバーって書いてて、うん、それを書き始めたのが10年前あへえ。で今もそれスクロールするとこんな感じ長いレシートみたいな50メートルぐらいあるそうそうそうで途中で何回か原稿にしたりとか、はい、完成一回完成みたいなことでなんかこれだとまだ不完全燃焼だってやってるうちにもうなんかもう働く上で仕事する上で、はい、全ての荷物を軽量化自分はしてた、はい、でこれ全部この技術を本にしたいっていうのを思うようになって、はいまあ、どん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 時間が積み上がっていって、うんうんうん、いよいよ筆を本格的にもう見えたと、はい、でその時の実は本のタイトルがウルトラライト仕事術ってめちゃめちゃウルトラライトハイキングそうそうそうウルトラライトハイキングみたいなそうその頃から久々に土屋さん連絡せなあかんなって思ってましたけどさ、はい、で結局そのかなりこうミニマリストっていう人って世の中どんどん出てきて、はいまあ、俺たち登山の世界だとさミニマリズムとかミニマリストとかさ、はい、ミニマルって言葉はもうずっとね10年以上前から使ってたんだけど、はい、世間的に言われるようになったのはもうすぐなんで、でこの編集者さんが超ミニマリストっていうタイトルを考えてくれて、はい、タイトルこれになったんだ
けど、なるほど、そういう意味で10年前から構想が始まり、はい、メモを取り始めて頭の中で引き出しができるっていう状態が10年前で、はいはい、膨大なメモをまとめていよいよっていう時が4年前にスタート。なるほど。で4年前に2018年からいよいよ書き始めたんだけど、はい、さっき言ってくれたようにこのね超ミニマル主義の最後に俺のその職歴みたいなの書いてあるけど、はい、もうねその頃いろんな仕事やってて、うーん、で9割オンライン、はい、当時まだその在宅勤務とかテレワークみたいなことはない時代だし、はい、もっと言うとこの仕事のやり方をこの働き方をスタートしたのは2010年だから、まあ、山戸みたいなことがない時代これやってて、はい、で9割オンラインで完結するから場所の縛りを受けないし好きなことしかやってないんだけど、はい、この方に集中できないといろいろやりすぎてて、うん、で、ああもう俺、はい、年収半分にしますと仕事を辞めますって宣言して、はい、でなんかこれは残すけどこれはやるっていうのが面倒くさかったから、うんうんうん、環境活動と自分のオンラインサロンの運営は残す、はい、で仕事はもう本を書くことだけ、自分の本だけって決めて、つまりまあ超ミニマル主義、当時はまだタイトル決まってなかったけどこの超ミニマル主義を書くためだけに仕事全部やめて、はい、そうするとさ、かわいいわ、断るときにめちゃめちゃご迷惑をおかけしたし、はい、怒られたこともあったし嫌み言われたりもしたけど、はい、まあ潔いよねっていうさ、うん、じゃああんたはどこどこ社の役員を残してうちの社外取締役辞めるんですかとかっていう思っちゃう、いやあ全部辞めるんですハイカータイム、もう潔いですよね。いやでもやっぱその、うん、そうですね、さっきも言いましたけどね、手放し方がすごいところで、はい、結局それはね、うん、幼少期の頃から心は、ね、はい、メンタルが分かったですよ、はい、つまりどうすれば心を軽くできるんだろうかってことを常に考えてた、うん、つまり面倒くさいな、しんどいな、気が重いな、なるほど、苦しいな、はい、あとは肉体的な負担、あ体がしんどい、なんかもう、うん、っていうのをとにかくなくしていく、なるほど、っていう技術を常に磨いてきたっていう、はい、同時にじゃあそうやってそういうものを減らしていくとさ、はい、こう自由な時間を買ってきてるでしょ、はい、でこれをとにかく自分が大好きなこと、うん、本当にやりたいことに使う、はい、つまりどうでもいいことやりたくないことを最小化しミニマル化し、はい、大好きなこと本当にやりたいことを最大化するっていうのが俺のミニマル主義の基本的な考えで、なるほど、でその2018年に実はこの会計士からね、はい、今年の収入とか売上こうですって、ちょっと待って、俺レコード会社時代本当に大変だったレコード会社のプロデューサー時代の最高年収を超えてたわけ、これすごいですよねちょっと待って、俺さ、お金が欲しくて働いたこと実は今もないし、それまでも一度もなくて、すごいわ、お金持ちより時間持ちっていうことを目指してた、はい、だからレコード会社時代も絶対休んでたし、はい、休んでは釣りに行き、山に行き、自然に行ってた、で、それを最大化するためにニュージーランドに移住したのに、確かにこの数年めっちゃ忙しくなってて、はい、で、その結果がこの収入、何やってんやろうと思って、それが結構もう背中を押して、あ、もうやめます、なるほどっすね、で、俺が一番本来のミニマル主義に従い、自分が一番今やりたいことを集中したことは何かというと、はい、この自分の本、超ミニマル主義を書くこと、これを完成させることっていうか、はっきり自分の心の声が聞こえたから、それまで忙しくてさ、心の声が聞こえなくなっちゃったのね、はい、これそれがすごく大きい、なるほどですね、そういやー、なるほど、まあ、やっぱ本当やっぱこうね、ことをこうまた同じその年収をこうさらに超えるっていうところ、そこを鳥肌だったよ、それがなんかそんなことあるんですねってちょっとこのね、思いましたけど、でもやっぱそこがすごくこうまた一つきっかけになったってことなんですね。そう、うん、でじゃあなんでそんなことができたのかっていうと、はい、あれだけヒット出したとはいえ会社員だったから、はい、当然年収億とかもらってないし、はい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 、まあ平均的なサラリーマンで結構、うん、偉くなられてそこそこもらってる方と一緒がちょい上ぐらいの感じなわけさ、なるほどな、そんなにもらってないから、じゃあなんでできたかっていうと、はい、資産数億円とかあるわけでも当然なく、はい、単純にね、衣食住を確保してたからっていうさ、うーん、で移住して自給自足を始めて、はい、で釣りはもうプロになってたから魚は確実に取れる、はい、畑仕事もずっと日本でトレーニングしてたから、はい、自分の庭でやってそこそこ取れるようになってたっていうのもあって、はい、で年収が10分の1になったそのレコード会社を辞めてニュージーランドに移住した直後っていうのは、まあ、向こうで衣食住を確保するっていう前提があったから、つまりこれさえあれば大丈夫っていうのが分かってたから、
全然怖くなかったし、そうですね、はい、で1回10分の1経験してるから半分とか平気なわけですよ。いやもうすごい、もうやっぱ経験だな、はい、かつその時は、はい、ニュージーランドに移住する10年前よりも全然自給率上がってたから、うん、なるほど、そのやっぱ安心感がより上がったんですね。もう全然死ぬことはない。なるほど、ね、死ななければ大丈夫。そうですね、最後このバックパック1個あれば大丈夫。そうですよね、これ1個さえあればもう生きていけるっていう。いやなんか僕自身もやっぱ1回そのロングトレイル歩き終わった後は、うん、やっぱもうこれさえあれば生きていけるんだっていう自信すごい出たのに、ね、人間ってね本当忘れてまうんですね。一応ね自分の体に染みに染みてるものはあるんですけど、でもやっぱりこういろいろこうまた物質的なところで生活していって、さあ目の前にこうキャリアであったりとか、目の前の壁とかいろいろこうぶち当たっていったりとかすると、うん、どん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 こうね、またストイックにそういうことに対してこうグッグッグってやってしまうような感じにはなっていたんですけども、うん、はい、ノイズに毒されちゃうのよ、ね、いやそうですね、現代社会に普通になんとなく来てると、うん、そういうノイズに侵されてどんどん、ノイズってもう毒だから、うん、それどんどん本来の自分を失っちゃったり、一回得た大切な体感みたいなものさえも忘れさせてしまう。またこうマーヤというかこうね、上にこう覆いかぶさってくるというか、それをいかに回避するか、それをいかに落としてそぎ落としていくか、手放していくか、そのノイズへの対抗抵抗ってのはすごい大事です、ね、そうですね。ハイカータイム、本当ここで書かれているその内容っていうところで、なんかやっぱ一回読んだ時やっぱすごくわーって思ったんですね、うん、でやっぱりそこの中からさらにこうもうちょっと自分のところで深めたいと思うところに関してもうちょっとこう読み直してみたりとかしたんですね、うん、でやっぱこのハイカータイムのチャンネルでやっぱこう紹介させてもらうってなったりとかした時にはなんかどうしてもやっぱ自分自身もやっぱ実践していることとか、うん、なんかやっぱこういう四角大輔さんがやっぱ本出されたってところでやっぱそれは活用方法としては1回2回読むだけじゃなくて、うん、ちゃんと実践をして、うんうん、それをしっかり自分自身でこう繰り返していろいろやっていった中で、うん、見えてきた自分のオリジナルな部分とか、うん、そういったところをこう消化させていくっていうことが、うん、本当に、まあ、この、一つの道具と僕がもし考えたとしたならば、うん、それをやっぱ最大限、うん、やっぱ使いたいなっていうふうに思いますし、やっぱこう本当まず一つ目としてやっぱ愚直に一つずつしっかり実行していくっていうところ、うん、で、まあ、二つ目がその実践して読み返して、うん、実践での繰り返しをしていくっていうところで、なんか僕多分これ読ませてもらった時か、うん、もう一つの例えば本田さんとのボヘミアの、うん、あれも一回何回か読んだんですよ。で、なんか何回かそういうのを読ませてもらって、多分他の本も読んだりとかしてやったりとかしたんですけど、うん、僕もなんか一回こう習慣的なことのなんかこう1週間を5時半からこうやっていって、何時に起きて、で何時にこういうことをやっていってみたいなことをこう自分の視覚化したんです、ね、時間割、自分の時間割を作ったってことよね。そうなんですよ、うん、でそこで例えばこう今 YouTube やってる、インスタグラムやってるってなったりとかした時の、ちゃんとそれの時間をどこで確保するのかみたいな、何でやるんじゃなくてちゃんと時間確保した上でやる、うん、でちゃんと10時9時ぐらいまでにはもう携帯とかデバイス手放して、うんうん、9時ぐらいから寝る時間をちゃんと準備して、うん、きれいにこうフェードアウトして寝るみたいな感じのことをちょっと実践自分の中で今してるんですけど、うんうん、っていうのをやりつつ、うん、そうでなんかこういうのもなんか作ってみたんですね。朝ルーティーン、夜ルーティーンとか YouTube でなんかこう何かやるってなったりとかした時に、うん、その頭の中にこうあるそのメモって多分あるんですけど、うん、毎回それをこう起こすってなると、うん、ちょっとリソースがすごい体力が出かれるんですよ、ね、なんでそれたまにこう抜けちゃうこともあったりとかするんで、うん、なんかそのもう見える化させて一個一個こう毎回潰していくみたいな、こう声出し練習とかやってる間になんかやっぱこう例えばねピンポンって来ましたと、うんうん、なったりとかした時に一回集中で途切れちゃうじゃないですか、ね、どうしてもやっぱながらでやらざるを得ない状況ってあったりとかすると思うんですけど、そこに舞い戻るってなったりとかした時に20数分かかるらしいよ。あ、そうなんですか。そう、人間の集中力で一回途切れて、はい、戻すの20数分かかる。やっぱそうですよね、うん、なんかそこにすごいそれでやっぱやる気そがれてしまったりとか、なんか気持ち変わっちゃうってなると思うんですけど、うん、そう、それを継続させるためになんかこう毎回やってることだけども必ずその順番に全部やっていくっていう風にして、うん、そこに対してストレス軽減させるとかっていう感じのことを、まあ、なんか読ませてもらったりとかして、うん、実践ちょっとしてきたんですけど、やっぱでもね、こういうことやれる人がね、はい、
生き残れるよね。なんかこういうのさ、バカにする人いるやん。はい、うん、そうですね。こういう自分の小時間に作るとかさ、こういう自分のルーティンのタスクリスト作るとかさ、はい、いいよっていう、うん、これがやれるかやらないかっていう、この一番ベーシックなことを真面目にやれるかどうかで、本当にね、はい、仕事の成果も人生も決まると思う。うん、あ、そうですか。あの、すごい自信も。でもさ、登山もそうでしょ。だってさ、そうですね。それこそロングトレイル歩くとかってさ、はい、何か一個ミスったらアウトやん。そうですね。それなりの緊張感があるでしょ。そうですね。一個一個ルーティンがあってさ、はい、あの、もう自動的にこう天板についたらバーって広げてバーってセッティングしてってできると思うけど、はい、最初はさ、一個一個確認してやってたやん。やってましたね。やってたでしょ。はい、でもそうそう。で、あの、持ち物ね、出発する前もさ、持ち物のチェックリストとか作ってさ、はい、うん、一個一個漏れないのさ、うん、まあ、これは未だにやるけど、はい、なんか僕も未だにやりますよ。やるよね。ギアリストは絶対やるよね、うん、これで一個まあいいやつってそれ作る、まあ、作っても見ないとか作りもしなかった、あ、やまない、あ、しまった、またこれ忘れた永遠に繰り返してる人多いからさ、いや、ありますよね。こうやっていたわけ、はい、また忘れたリスト作れよ、まあ、めんどくさいね、リストがつってさ、でもその人はもうやっぱり登山やめたよ、ね、なるほどですね、うん、いや、そうっすよね。やっぱ登山行くにも、うん、やっぱ準備がすごい大変だし、毎回それを呼び起こすの大変だから、やっぱギアリストを作成して、でそれをね、あの、これ入れた、あれ入れたっていうのを、でそれが完成したらもう終わりやからね。だから投資なの、時間の投資でさ、そうですね、最初にそれ作っちゃえばまた自動化できるっていう。そうですよね。これ基本的に俺の超ミニマリストの思想でもあるんだけど、はい、なるほど。最初にちょっと時間を使って、その後も数十時間とかやりますよね。数日みたいなさ、延べにするとね、はい、全部それを短縮できる。うん、すごい大事、そうっていうのをなんかこう自分の中でもやっぱ実践して、まあ、やっぱ読み返して、でやっぱこう本当あのいろいろこう学んでいったりとか、うん、あの違う経験をしたりとかすることで、あの、僕これ5年ぐらい、うん、まあ、読ませてもらってるんですけど、そうするとあの何ですかね、前引っかからなかったところに引っかかるんですよ。すごいな、嬉しいな、そんなやつ。そうで、結構これがずっと読んでたら妻も読むようになったりとかして、うん、でやっぱそうすると、あの、自分自身のやっぱ成長とかそういったもので捉え方ってやっぱ変わっていくんだなっていうのを、うん、あの、思って、じゃあやっぱそれをこう今回初めて1回読みましたと、で1回読ませていただいたら次それを実践しました、で実践してもう1回読むと多分次引っかからなかったところに絶対また引っかかるんですよ、うん、で引っかかったらまたそれを実践して、で次繰り返して、でそうすると、あの、今までその大輔さんのやり方の、あの、ところを見習ってやってたけども、自分自身のやり方のいいところみたいなのが多分出てくると思うんですよ、うん、でそれをこうよりオリジナル化させて、あの、自分自身の、あの、まあ、ハウトゥーっていうのをしっかり作っていくっていうのが、うん、よりフィットしたやり方を作っていくっていう感じで、あの、僕自身もやっていきたいなと思ってます。ハイカータイム、まさにさ、武道館にさ、最初に型を身につけて、はい、それで基礎を全部マスターして、うん、その後その型を破っていく、はい、でオリジナルにしていくっていう発想と一緒、ね、うん、そうですね。なんかそのこれっていうのはその働くための教科書なのね、はい、そういうつもりで書いたわけ、はい、結局働くことって生きることだから、はい、生きるための教科書にもなったんだけど、はい、まあ、とはいえこうただの教科書ってこれ嫌いでつまらんからさ、なるべくクリエイティブな教科書にしたくて、はい、イラストとか図面とか写真とかいっぱい入れてさ、はい、色とか考えたんだけど、結局これは一つのだから型を身につけるには、はい、まさに型を身につけるための72のノウハウを書いていて、はい、で確かにこれを一個一個やってくれたら間違いなくビジネスパーソンだったり、もしくは本当にこの現代社会を生き抜くための技術、はい、型を身につけることができるんだけど、うん、それは完成じゃないんですよ、始まりで、はい、それが初めてスタートラインに立ったっていうことで、その型をどうやって自分で破って、はい、自分のオリジナルを作っていくか、うん、まさにそういう見方してもらえると一番、うん、あらゆる書籍があるようにそういう見方、はい、特にこの本は技術書だから、そうですね、いやもう本当にかなりやっぱ細かく、もう iPhone のことここまで書くんだとか、Google スプレッドシートのここまで教えてくれるんだみたいな、なんかね、やっぱりそう、Google カレンダーの、そう、Google スプレッドシート苦手な人、Excel とかすごい苦手な人、カレンダーのところですね。いや、そうで、先そう、あの、1個言ったのは、着想したのは10年前なんですけど、うん、あの、使ってる、あの、こととかツールとかプラットフォームがね、かなり先進的じゃないですか、うん、そこはやっぱね、どんどん10年間にこう変化したし、はい、アップデートしてきたから、あ、最終的に最新のものだけ、なるほどですね、うん、いや
や、そう、やっぱなんかそういったところで、本当、読みご、うん、もうめちゃくちゃなんか、いろんな面で読み応えがあるというか、UL ハイカー的にもすごく面白いですし、他のそのやっぱこう、ツールっていうところをどういうふうに使っていくのかっていうところのお手本まであるっていうところ、まあ、これは本当、すごく勉強させてもらいましたし、僕もやっぱお勧めしたいなと思ってます。はい、嬉しいです。ゆうき君めっちゃ読み込んでくれてるから、すっごい嬉しい。めっちゃ勉強しました。頑張ってよかった。一番そう思えるとき。いやー、でもやっぱ本当、僕自身もやっぱ今、いろいろこう、ね、なんかこう、これからやっぱキャリア積み上げていくタイミングで、うん、やっぱ自分の時間とか家族の時間とか、やっぱ一回そのね、適応障害になっちゃった時も、いろいろ消化不良を起こしてしまって、PCT せっかくそのロングトレイル歩いたのに、せっかく一回学んだんだけど、でもやっぱまたこういうところに落ちてしまったっていうので、またなんかもう一回こう学ぶきっかけをもらえたなと思って、うん、今本当またこの、ね、本に出会わさせてもらったのすごく今は幸せだなと思いながら、はい、進んでますけども、はい、じゃあちょっとね、そろそろお時間だっていうことで、はい、大丈夫か、喋りすぎた、はい、いやもうすごい、やっぱ楽しくてめっちゃ止まんない、話し合うからね、やっぱ嬉しい。でもなんかノイズレスワールドっていう、うん、ポッドキャストもされてるじゃないですか、うん、で、あれ聞いてるのもそうですし、聞いてくれてんねや、そうなんですよ。で、嬉しい。あのね、超ミニマル主義もこの人生やらなくていいことリストなんかね、全部四角さんのこのアウトプットされるものって、なんかね、喋りかけられてる感覚があるんですよ。言われませんよ。言われる、言われる。すっごい言われる。そうで、なんか自分の中でね、うん、なんか、もう今日初めて会話させていただいたんですけど、うんうん、ちょっともうなんか、今までなんか話したことのあるような感覚がすごくあって、そう、なんかこう、今回やっぱ、どう試してきたのかとか、いろいろ細かいこと、すごく細かく細かく切り刻んで書かれてるっていうところで、うん、やっぱその中でも、すごくどん、背中をこうプッシュしてもらってるっていう感覚がすごくあったので、ね、ただやっぱ、本っていうところではあるんですけど、すごく温かみがあるし、本当、気になる方はぜひ、ノイズレスワールドを聞いていただきたいと思います。ああ、嬉しいです。ちょっと更新頻度がむずが取らんねん。来たよ、来たよ、これ。連続で更新されたらしばらく更新されないから。貴重気まぐれでやってます。モン吉君のちょっと足音聞こえるとめっちゃ聞いてくれてますね。そんな感じで、ちょっと。はい。なんかね、語りかけるようにっていうのは実は意識してて。あ、そうですね。レコード会社時代にね、はい、誰もが知ってる、ずっと歌い継がれてる名曲、うん、はい、この曲を作った人に会う機会ってあったわけね、はい、音楽業界にいたから、うんうん、うん、もう自分が担当してなくても、はい、あの人みたいな感じで必ず聴いてたの、うん、はい、あの曲ってどうやって生まれたんですか、あ、大概誰か一人のために作ったの、あ、でね、ヒットするその曲というのは長く歌い継がれる曲の特徴としては、はい、誰か一人のために作られてるっていうのはすごい共通項としてあって、あ、これめっちゃすごいなと思って、うん、で自分が本を書くときは必ず誰か一人を思い浮かべて書いてる、その人に伝えようと思って、 その人にの心に何とか届けたいと思って書いてるから、それでそういう風に撮ってもらいたいのかもしれない、うーん、なるほどですね、いや、そう、嬉しい、すごくそういう風に感じましたね、なるほどですね、いやー、まあ、でもちょっと本当なぁ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にもうちょっとね、僕の本当にまだチャンネルね、まだまだ、まあ、これから本当盛り上げていきたいなと思ってるんですけども、こんな初期段階で出ていただけることになるのは、いやいや、嬉しいです、呼んでいただいてありがとうございます、すごい語りたかったありがとうございます。ちょっとね、この続きで、はい、ちょっと四角さんにね、はい、やっぱそのハイカーとして、さっきもやっぱ入ってこられたらね、ちょっとそこにある道具であったりとか、いろいろちょっと、これ9面なのかっていう感じで気にされてるところもあったので、ちょっとね、パッキングをね、見てもらいたいなっていうふうに思ってるので、ちょっとこの続きは、ちょっと UL ハイキングとか、そのパッキングとか、そういった道具の、選び方とか、そういったところに対してのちょっとお話を少しさせてもらいたいなと思います。はい。はい、じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ハイカータイム見ていただいて、結構ね、先ほど少しこう興味津々に見ていただいたりとかしたんですけど、これをつけてる理由は防水通気素材なんですよ、これ通気通気するんですよ、こういうのに出会うとさ、もうなんかこう、いや、このハイパーライトのこれ欲しくなったし、そう、あ、これやってみないと分からんかったせーの、ハイカータイム、ハイカータイム。
ありがとうございます。いやーもうめっちゃ嬉しいです。お会いしたかったです。めっちゃやりたかった。よろしくお願いします。妻のペイペイです。はじめまして、と申します。ペイペイ。ペイペイさんね。台湾出身。ありがとうございます。お願いします。撮ってる撮ってる。来てくれてます。よろしくお願いします。あとカメラマンのコウスケさん。コウスケさんよろしくお願いします。ちょっと弁当時さんでしょうか。もう全然。ごめんなさい。こっちにちょっとお願いします。シェアハウスなんで、こちらの家で、おいい感じ。もともとはなんかバーがあったりしたみたいですけど、まあ、バーの方が育休で休まれてるみたいですね。物静かな人が間を見ようとしてめっちゃ喋ってやらないすごい。でもあれ本当すごくもうなんか本当名もない、うん、なかったですか、ね、うん、ウルトラライトハイクのね精神性に通ずるよね。ああやっぱそう、ね、なんかちょっと彼のなんか発信とか行動あの、うん、活動をちょっと見てて、うん、なんかで関われたらなってちょっと思ったんですよね。あ、つなげるよ。あ、本当ですか、うん、めっちゃおもろい。なんか通ずるのよ、その話もしよう。いや、そうですよね。その話もしたいですね、うん、すごい。確かにちょっとそこら辺も、うん、いや結構話したいことたくさんあるんですよね、うん、でもなんかまたこれ経て、なんかライブ配信とかちょっといろいろあで、またいろいろ変わります。あんな話したらもう、何回使ってもらってもいいかな。ハイカータイム。ハイカータイム。ハイカーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はハイキングを純粋に楽しむと同時に、道具を軽量化する工夫や、一つの道具で二つ以上の役割を持たせようと考えを巡らしたいと、ハイキングをウルトラライトで実践しています。そしてそのウルトラライトの思考が自身のライフスタイルをよりシンプルにしていくベースになると考えています。そんな日々からですね、生まれたアイデアや考え方などをハイカータイムを通じてアウトプットしていきますので、動画をご覧になり興味深かったと思った方は高評価のいいね、そして動画内で解決できなかったことや質問や感想など、またハイカータイムで取り上げてほしい内容などありましたらぜひコメントをください。そしてハイカータイムの動画をですねすぐにお届けできるようにチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんのサポートに感謝です。ありがとうございます。それでは良きハイキングライフをお過ごしください。それではまた。